プレイヤーしてたからどうぞ。あなたにも山の内陽道なんすか。山の内陽道、山の内陽道、あの今日までの小石はわしに立てつくにかい、おさが一つになるがや、これもお願いしていいですか。はい、このスクールオフ大好きだったんですよ。スクール松原ゆうきさんお願いします。イソップが死んだのは俺のせいだ。あんなどこなるの。先生、僕毎朝海から登る太陽に登ってたんです。僕らもこの太陽のように真っ赤に登って登っていきたいなと思ってね。最高でした。よくやります。いや、ちょっと私今度の坂井正人さんのドラマの後は木村拓哉の人アンドロイドでしょ。そうですね、木村拓哉ね。ウィーガシャ、ウィーガシャ、ふざけんねん、お前。ウィーガシャ、ウィーガシャ、ふざけんねん、お前。ウィーガシャ、ウィーガシャ、舐めんなよ、お前。僕らが木村拓哉さんのものまねでね、ふざけんなよ、お前。お前がふざけんなよ、お前。本当ですよ。いや、まあ、いろいろね。僕でもね、木村拓哉さんとね、電話交換よくしてましたね。昔、で木村拓哉さんが僕の家にね、留守番電話やってくれたんですよ。まっちゃん、今日はどうも映画ありがとうございました。ものすごい嬉しかったです。そのテープを何回も何回も嬉しくて聞いてたらね、そのうちテープが伸びて、木村拓哉やってます。ふなりとつけちゃったところです。おやおや、どうしたんですか、ね、お母さん、どうしたんですか、ね、やられたらやりたいっす。私は猪木さんと奥さんの羽線路を克服しますよ。お母さん、ね、ありがたいですね。あんたはなおき大好きですね。あんたはなおき大好き。坂井正人というと握手でも良かったし、なりました。未来を祭りごとに人が出ながら思いを抱いてよっていうのを、それだけではない、物事って言い方、心の動きじゃ人とは何で違うのと、何事もひずめで考える、戦だから捨てきた男という一部のでは測れないものを持っているとみるからの、わしは祭事に心臓の神秘は、義時が成長するまで、バッチに生かして相談をせえ。僕ね、人のセリフは入るんですよ。一回ドラマ見ただけでセリフが入る、全部入ってる。僕ね、サバン症候群なんですよ。え、サバン症候群。そうなんですか。そうなんですよ。だからね、井戸鈴木とジミー大西とはサザンオールスターじゃなくてサバンオールスターですね。あれはあれなんですね、好きなものをいっぺん見たら好きなものを覚えてる。その代わりね、一般的な問題は何もできないんですよ。同じです。はい、すごいですね、最高って。ね、お見事だと思います。じゃあ写真はどうもこの辺でありがとうございました。